いいですか。ここですが、どうも、ウサクです。お、どうも、アルカジです。サープレンジさん、バッキーです。エランテヘナムレイ、どうも、ダスです。はい、マインクラフトで僕の家を作ってください。まあ、僕人生設計があって、はい、70歳で仕事辞めて90歳まで生きる予定なんですよ。おー、 20年間住む家をマインクラフトで作ってほしいなと思って、まあ、実際の設計でも、ね、やっぱり制限みたいなのがあるんで、1時間設計時間1時間、はい、1時間、はい、まあ、全然楽しんでいただければね、はい、初心者が多いと思うので、何か言われたら僕が全部答えますんで、はい、3人で仲良くやってください。1時間後プレゼンテーションをちょっとしてもらって、こう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 したぞとか、僕にこう使ってもらいたいなだとか、あと好評でこれでも一応はい、建築を学んでますので、なるほど、ね、僕ならではなんじゃないかなということで、はいはい、マインクラフトとこううまく、ね、合わせて、経歴としてはもう僕は一応ちょっとやってたことがあるって言っても、はい、ね、まあでも実力は5B ですね、普通に僕の家でね。そうですね、でも PE もやってましたね、ちょっとね、ピン、アプリのやつ。そう、で、ガッティ君は実況にドハマり。実況はめちゃくちゃ見てたけど、うん、操作は一切したことない。で、ダスト君はもう結構アンチマイクラって感じ。いや、そこまでは言ってないからね。じゃあキャプチャーして、そのみんなの楽しく作ってる様子をどうぞ。ムスタング、ダスト君が反則してる。ダスト君反則した？うん。いや、俺何もしてなくね。おい。いいかな、俺絶対もう内装間に合わない。外側に時間かけちゃうよ。とりあえずまずは囲おう、囲うんだ、ごめん。これドアってどこにあるんだっけ。ドアね、ね、そのなんか、なんかフリップみたいなとこねえかな。フリップ、その飾りってところを枠としてはこれ、ああ、あ、なんかありそう。あ、じゃなかったらあれかな、その他かな。客観的に見ていただけるってことだよね、スタンドさん。あ、何ですか。あ、見ていただけるっていうか、あれだね、あれだよね、だからほら見たことあるかな、ビフォーアフターみたいなさ、来るじゃん、人が、あーはこれここいいですねみたいな感じ。なるほどね、うん、あ、まあ、だから自分の個性を押し付けちゃっていいってことね、うん、建築からでみんなそうだよ。で、俺ら匠ってことでしょ。お、言ってしまえばだからビフォーアフターで言うと匠。そうね、うん、ててーてんてててててんててんてんててんててん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 、まあ、そういうことだよな。てさあ、何そのアクションゲームみたいな。そうね、ちょっとさ、一個一個の操作を確認しながらやるとさ、どうしてもこんな感じになっちゃう。雪降ってきた。あ、雨だね。雨、こっち雪だ。こっち雪だね、うん、ちげえんだ、かっこいいな。かっこいいなじゃないけど、いや、あー、壊しちゃった。あー、どんどんやばい。とか寝る、寝ますか。ちょっとおい、牛、これさ、壁を貫くことってできないですか。壁を貫く、あ、ベッド壊しちゃったよ、もう何してんだ よ。はい、ネルネール、はい、ネルネール。あと何分くらいなのこれ。今18分くらい経過してる。いや、マジか、もうそんな。俺普通にさ、みんなで1個のやつ作ると思ったからさ、説明的に。ちょっとね、あ、マジかと思って。逆にほら、みんなの個性がぶつかっちゃうかなと思ってさ。そうね、やっぱよくぶつかるからね。まあね。そのまあね、だってマジだからやめようぜ。だってこんな感じですもんね。ん、どうですか。え、ちっぽ、え、違うよ。あ、違うか。それにしか見えなかったよ。これ普通に俺のミス、それは。あー、マジもう完全になんか初心者丸出しな感じ、マジで嫌だな。え、しょうがないじゃん。いや、なんかさ、やっぱなんかちょっとクロートっぽいとこ見したいわけよ。クロートではないんだけどね。あ、おみたいな、壊しちゃって、おみたいな。なるほどな。ちょっとヌスタンク鳴らせたいよ。ああ、いや、なかなか彼厳しいよ。いや、査定厳しいと思うんだよね、やっぱり。いや、ちょっと、いや、もう全然もう厳しくないよ。いや、よし、内装入ったぞ。マジ早いな。やばい、これ勝手に、やばい、これ勝手に、ちょっと待って、ムスタング君独身設定にしちゃってるかもしれん。あ、全然、いいんだよ、そういうね、想像を膨らますっていうのがすごいんだよ。あ、いいんすか。例えば俺がめっちゃ外国人の女性と結婚してね、
子だくさんになるとか、そういう設定の音作るとかね。そういう方向なんだ、考え方として。やったー、一例でしょ、それは。一例ね、うん、設定を作り出すってのは結構大事なんですよ。なるほど。建築する上で、何かを想定してみたいな。想定して作るってことです。あ、やばい、もう30分じゃん。嘘だろ。かよ、でもまだ30分あんのか。まだ、あ、そっか。いけるのかね。ダサいこそいいみたいなとこあるか。いや、それあるよ。ちょいダサさみたいな。俺ガッキーのすごくいいと思うよ。それの言い方で言われてちょっと腹立つ。あ、効果起きる。オッケー。なんか一人だけアクションゲームやってるみたいだよね。あ、リアクションがさ、なんか。違うな。もうね、違うんだよな、なんかマジで、なんかこう手でやり、俺がこの世界に入っていきたいんじゃが、できれば。こう思うように。確かに、コピー&ペーストみたいなないかな。そんな楽勝すんな。すいません。いや、なんかハイテクな機能あるかなって勝手に思っちゃいました。いや、それはねちょっと思ったけどね。それか1個戻るみたいな。そうそうそう、壊しちゃったとコントロール Z ねえかなっていう。ああ、ソフト使ってる人たちあるわな。俺屋根ないよ、スカスカだよ。本当だ。うわぁ、こっから屋根どうしよう。こっちに行こう。あれ、ベッドどこにあるんだっけ。あれ、誰もいない。え、ベッドどこにあるんだっけ。ベッド、なんだっけな。その他じゃなかった、一番端。ああ。あった、あったね。あったっす。けどアイデンティティよ、こういうの大切なのが一番は。パイオニアガッティみたいな。なんそれ。え、やっぱなんですか、ムスタング君的にはさ、うん、そのやっぱ内装とかも結構あれですか。インテリア的な感じですか。そうですね。ああ、そう、インテリアとかはあんま気にしないかな。あ、マジかよ。あの時間がなさそう。あの、やっぱりそれはあのね。あ、てかまあそれぞれの自由でいいっすか。そう。匠ですから。今日ダメだ。1時間の匠ですから、2、3人は。そうですね。やっぱ自分なりのね価値観をぶつけて、あの。俺を納得させるんです。やっぱプロですからね。なるほど。いやー、もうアイデアがないよ。本当だよ。あ、まあアイデアマンなとこをこういうので見せていきたいんだけど、タイムだね今回は。アイデアマンかっていい、うん、その印象をつけていきたいんだけどね、やっぱり。あ、いい発想してんなみたいな。それはちょっと難しそうだな今回は。え、これガラスの上ってベッド置けないの。これ、あ、置けねえかもな。ぐわー、じゃあ外に置こう。やばいな。なんだホッパーって。アクセルホッパーか。ポンポンスポンポンスポン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 スポンポンバカテン。サタデーナイトでまた会おう。どうしようかな。あと15分で何ができる。これに残されてる。あと15分で俺に何ができる。かっこいいな。そうさね、天下一品だよ、ブスタン。天下一品、うん、天下一品おじさん。あー、来たぞ。なんでわかったんだ。え、エデュケーション。なんそれ。なんですか今のは。なんですか今のは。え、ちょっとエデュケーション。大丈夫ですか。ね、大丈夫じゃねえ。エデュケーション、ね、やったー。いえ、やったー。これ流行るな。岡山グルメおじさんも次に流行る。それかハートビートくらい。俺の中でなんだよね。コーラスの花とかね。コーロムッサングくんの。いや、ムッサングくんのサチモスっていうのがやばいよね。ちょっとおもろすぎるんだよね、やっぱり。なんと、いや、TNT やばいよ。あ、やばい、爆発じゃん。え、待ってアイデンティティよ、こういうの大切なのが一番は。パイオニアガッティ。なんそれ。アイデアマンなとこういうので見せていきたいんだけど、ピクルスなんてタイムだね今回は。アイデアマンガッティ、うん、
エデュケーション、ね、やったまあそうなっちゃうのか。それレッドストーンとそれ、おいおいおい、爆破装置だからそれ。なあバカじゃん、知らねえ。マジですいません、ちょっともうこれで行こう。あ、それは足みたいな、うん、あ、一個そうしときます。匠の技だよもう。やっぱあの一度作ったものを壊していくっていう芸術は爆発、バスターコールだね、バスターコール。岡本太郎みたいな。そうバスターコールだ、バスターコール。うわ、やっべ、なんか足のさ、ひらがめちゃめちゃしびれてるんだけど。ひら、あ、もう28秒だ、やめよ俺。ここに置いて、終わり。ちょっと待って、もう諦めだ、これ以上やってもさ、だなんかこう、まとまりつかないからな。これドア逆につけてんだけど、あ、来た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 、ちゃ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 、けど、けど、オッケー、最後、最後ワンチャン、サイモン、サイモン、サイモンスエッツ、あー、あー、あー、ちょっと今から行くんで、はい、あー、そこに見えるのが、あ、そうですね、目印、そうですか、じゃあちょっと今からやってみます。いや楽しみだな、家庭訪問だ、うわー、どんどんつまんの、何草かこれ、すごい足遅くなる、草、いやー、あ、これですか。はい、これ外観ですね。もうなんか外観としたら木みたいな、はい、木造 でこれ地下に入り口があるんで、ここから下に入って、ちょっと外観を見てもいいですか。はい、動いたな。いやあ、なるほど、明るいやん、外から見たらもう土みたいな、あ、屋根土なの、ね、そうそうそう、あんまりこう家って思わせない感はちょっと出したいなって今少しだけありました。秘密基地みたいな、そう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 、そんなイメージで、はい、でここがあの階段ですか。一応降りれる場所と、そう、出れる場所は必要かなって思いっきり今出てってる。元気な、やばいやばい、お、犬と猫が、でもこれあれですね、あのちょっと経験したぶっちゃいますけど、あの懐いてないですねこれ。あ、懐かせるなんかありましたね、なんか書いてあったんですけど全然よく分かんなかった。でも犬と猫がいてね、あの飼ってる設定で行きたかったんですけど、ね、あ、なるほど、僕もう、なるほど、もうあれなんですか、70歳これで飼うんですね。あ、そうですね。あ、ここが家で、はい、まあ、これがまあリビングですね。いいですね、ここ締め出しちゃった猫たち。あ、そうそうそう、いやいや、大丈夫です、ちょっと分かんないから入ってきて、あ、なかなか玄関が広いですね。はい、玄関と今が合体してる、合体してる感じで、ここは何ですか、これは。これ机のイメージで置きました。生涯勉強ってね、いや、まあこう今みたいな感じにしたらいい、できたらいいなって感じで。これはこれはもう明かりですよ、もう、あの明かりか、正直言って、ここら辺ちょっと気にしないで、ここ気にしないで、ちょっとあのもう、おーと猫、猫か、猫行っちゃう、だから猫、小屋で狭いところはね。で、これも明かりで、はい、これはちょっと屋根があのあれですよね、ちょっとこうボコボコしてるのはこれも自然を利用したい、はい、そうです、 まさにそんな感じで、ね、こう整えないで行こうかなっていうところは思いましたね。これが1階と、はい、で2階がなんとあると。こっちはあの部屋のあるなんかこう絵を入れた部屋みたいな、ただそれだけです。ここ公園みたいな。こっちやってね。これハーフブロック、はい。これハーフブロックなんですか。ここはまあちょっとこう下の穴開いてたからそこ埋める感じでちょっとあの降りれなくなっちゃうんですよ、その1個下をやると。初心者じゃなくね、すごいな、初参加これ、なるほど、まあイメージとしてはそんな、やってんな。でそこの階段、こっちがあのいわゆる2階で、おお、でここからガラスでちょっとこう下の階見れるようにしてって感じで、ああ松明、ちょっとマッチ1本火事のことってね、はい、こっから今の様子が見れるんだ、見れるみたいな感じで。僕はあの独身設定ですか、それとも一応独身ですね。あ、独身なんですか。あ、確かに警備がね、まあ今ここから猫見えますし、まあ、そんな様子が見れる。で2階、おお、ここが寝室ですね。土、はい、ちょっとこう自然があった方が寝るときは緑とか青がいいかなっていう。で本棚やば、で本棚、ここはそうですね、本棚で、まあ、好きな本を入れるみたいな、漫画でもいいんですけど、はいはい、で横ジュークボックスなんで、おー、ジュークボックス、両方に音楽、そう、音楽聴きながら寝れたらいいかな。ちょっとあの気になるところは上のあのキャンプファイヤーが空中に浮いてるってところですか。あ、でもこれがまたね、あのなんかシャンデリアみたいなね、はい、これで全部ですか。そうですね、これがあの、はい、ちょっと内装としてはこんな感じですね。いや、でもなんか結構こういうダンジョン的なね、
結構構造がいろいろあって、ね、僕はいいと思いますね、うん、その結構好きですね。ありがとうございます。でこれ上が、ここは気にしない方向です。そうですね、ちょっとあの手が回らなかった部分です。ではい、もう一回して、ああなるほどね。そういう感じに、はい、自然を利用したっていうイメージで作りました。何ですか、まあまあまあ、これあのピザトーストですか。あ、ピザこれだからかまどとかで、あのここ燻製器ですね。あ、ここはもう台所みたいなイメージで。燻製器知らないよね。何を燻製するんだよこの世界。いやもうちゃんと寝室も分かれてる、書斎も分かれてるので犬猫もいると。はい。こんな感じのイメージです。すごっ。ありがとうございます。じゃあ、いや次のお宅に向かってもよろしいでしょうか。あったなこれ完全に。よし、お、雪こね、まずね、できればね、こう中に入ってほしいですよ、ね。なるほどね。僕のあれとして。おお、はい。雪景色の中。そうですね、ここポツンと。あ、石造りなんですね。そうですね、基本は。あ、これは？あ、これはあの試し置きですから。あ、テラコッタはね。はい。テラコッタで。外にベッドもあって。そうですね、ベッドはあの外っていう。ベッド外。ひんやりした空気で楽しんでいただくと。はい。お、ガラ下がガラス張りなんですね。そうなんですよね。で、このガラス張りの下にこれ、はい、ちょっと浮いてみてください。はい。これね、こう回って逆にこれ、お、む、む、はい、お、まずむですよ、む、はい、で、これは、ドラゴンヘッドです。あ、斜めに置けんだ。そう、あのアグンみたいな感じで、シーサーみたいな感じで、ね、ちょっと寂しくなるかもしれないみたいな感じで、はい、異質だけどすごいあの天井が高く取られてて、あの閉塞感を感じませんもんね。開放感ね、開放感ありますし、すね、ガラスもあるし、はい、都内の高層一のマンションですね。そうそう、後ろだけこうちょっと吹き抜けな感じでね。お、はい、これで、あ、ちょっと一、ね、回出てもらって、あ、出るんですか、はい、中にムーあって、ここでスなんですよ、ね、はい、ムス、ムス、ムスとは、はい、あれで、あ、ここグでしたこれグなんですよね。あ、そうですね、これグでね、はい、で逆言っていただくと、はい、これがおタですね。ケみたいな感じですけど、いやいやタですよ。これはタ、これはタですよ。タ、これはタです。ムスタで言ってもらって、おそう、うん、うん、いや、うんですよ、うんですね、全然うんです、全然ですね、素晴らしい。ムスタンでグー、はい、あ、もう一瞬で分かりましたね。ムスタングやっぱ自己主張激しいから あ、なるほどね。一回寝ときましょう、夜になっちゃったんで。なるほど。家もね、やっぱしっかりこう自分を出していくっていうね。この上のこれはあのグリーンカーテンみたいな。あ、そうそうそう、あ、グリーンルーフ、そう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 、グリーンルーフ、だからこう光を入れつつみたいな、光を入れつつ地球温暖化に抗っていくと、冷やすみたいなね。そうそうそう、冷やせ家具とか、これは何ですか、この、はい、これ登っていただいたら、あ、はい、あ、登れると、あ、ちょっとすいません、それがあの、TNT で爆発しちゃった。これは爆発しちゃったところですね。爆発して、修復をし忘れたところですね。 あそこじゃなくて、こっちに行くんですね。おー、こっち行って、はい、登っていただいて、はい、登っていただいて、登っていただいて、行けると思いきや、上に行けない、行けないか行けない階段だ。なるほど、これでね、前景が見渡せていいですよ。あー、なるほどね。強盗来たら、あの上に登って、はい、あの TNT を爆発して退治するっていう、そのやっぱ、設計もね、あ、もうセキュリティー、セキュリティーが、そうセキュリティー、やっぱ、自分の手でも、ね、倒しに行くっていう、ね、ちょっと気になったんですが、ここのこうガラスがないから、あ、確かに、あ、これはあの TNT 爆発しちゃって修復し忘れた。あ、僕はつまりどういう設定なんですか、あの、あ、そっか、ここですよね。自己主張が激しい、沖縄住みの犯罪、いや違う、防犯マニア。防犯マニア、なるほど。はい、犯罪、独身とかそういう方向の情報じゃないんだね。そうそうそう、ここはね、あの、お風呂ってことにしておきます。あ、ここがお風呂。あ、そっか、お風呂ってことですか。来客があってもすぐ対応できるみたいな。そうそうそう、すぐお風呂入ってって綺麗好きじゃん、やっぱり。そうですね、お風呂入ってそう、すぐお風呂入ってなるほどね。来客に風呂を勧められると、じゃあもう入ってきて、もうすぐお風呂、もうお風呂にする、ご飯にするで、それドラゴンヘッドにする、ドラゴンヘッドにするで、屋上にするで、する防犯するで、で、行けませんってなってすいません、ちょっとムスタングっていう文字にちょっと時間かけちゃう。あ、いやいや、でもこうさっぱりした感じ、表札みたいなもんですからね。そうっすね、確かに、確かに、ありがとうございました。いや、といった感じになりました。いや、もう本当にいい家でも一目で分かる。あ、あれですか。そうですね、照明ですね。おお、
青と緑使い。そうなんですけど、ちょっとまず全体見渡してほしいんですけど、はい、こう見え方が違うんですよ。こうどっから見るにしても、後ろとかも行ってほしいんですけど。はい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 。おお。ちょっと一回こいつは無視してください。小屋は無視で。一回無視で。もうこっちは白になってるし。で横行くと、まあ、ちょっとこうカーキ色っていうか。こっちは全面ガラス張りになってる。あっちもね一応ガラス張りです。あ。マジですか。めちゃめちゃカラフルだ。イメージが全然違う。屋根としては、屋根としてはこの入らない屋根で。おいる。で。ドラゴンヘッド。シーサーみたいな感じですもんね。そう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 。で、こっちもガラス張りで。あ、今なんかこれは何ですか？これ風呂です。風呂。マグマブロックの上に水張ってるんで。源泉。そう。すげえ。で、この小屋なんですけど、これはめっちゃ開放感があるトイレです。おお、すごい。ちゃんと無限水源作ってます。無限水源あるあるね。すげえ露天と。一応だからその設定なんですけど、そのムスタミク70歳じゃないですか。でもう隠居みたいな。隠居。田舎なんだけど、でもこれダイヤとかめっちゃ使ってるじゃないですか。だからその田舎なんだけど、こうめっちゃなんかこうもう高級なんかその田舎がなんかその安いとかじゃないんですけど、はい、そのもうダイヤモンドとか、あともうネザーウォートとかも使ってるし、あとエメラルド、ラピスラズリとかも使ってるんで、そうですね、めっちゃこう高級にしてあるんですよ。そうで、でそのなんですかね、そのあえて家の中に風呂とかトイレを入れずにもう開放感マックスで、露天で一応なんですか、奥さんいる設定なんです。お、奥さんがいるんですか。まあ、それ部屋の中見てみればよーし、じゃあ奥さんに会いに行ってみようかな。一緒に行こうか、家内。まずね、入るとめちゃめちゃ狭いんですよ。狭い。狭いけど、けどこっちこう行くとね、はい、部屋が。おー、じゃあどっちから見た方がいいかね、先に。どっちでもいいっすよ。じゃあ左から行きますわ。はい。なんか机ですね。おお、クラシックな感じで。いいです。で、書斎、本棚と。そうそう。ここにもきちんと。ドラゴンヘッドで。で、上見てください。はい。照明ちゃんとあるんで。おお。なるほど。高く使ってね。天井高く使って。いいね、はい。で、エメラルドに合わせたベッドの色で。なるほど。で、一応下にもライトがついてある。間接照明ね。いいね。雰囲気が。ここでは大体あれですか、本を読んだりとか、あ、光が入ってるとか。ちょっとこっちも行ってほしいんですけど。はい、ちょっとこう互い違いね、一応ドアを設定して、はい、こっちもほとんど一緒です。お、あ、家内用と俺用か。そう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 。なるほど。でだから一緒には住んでるんだけど、こう一緒の部屋に行くこともできるし、別々の部屋で過ごすこともできるっていう、こうお互いこう、まあ、夫婦であってもやっぱその何ですか、こう干渉しすぎずみたいな、あ、はい、結構、はい、そうそう、ちょっとその何ですか、あんまりこう干渉されたくないみたいなちょっと感じあるかなと思って、その、はい、だからこの一緒にいたいときはどっちかの部屋に、もうその、どっちでもいいから一緒にいて、もうそのちょっと一旦こう別々に住んどくかみたいなときはこう別々にって感じで、お互いのペースでこう一緒にいられるって感じ。だからどっかでご飯作ってここでお互いに食うか、そう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 、食うかみたいな、なんかなんだろうな、ちょっとそのあれですね、悔いなのがそのキッチンがちょっと作れなくて、あ、ちょっと今コンビニ飯状態になってます、ね、コンビニ飯、車で1時間ぐらいかけ結構あれですね、遠いですね。そう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 。あ、上もちゃんとこうやって結構壁でね、内壁で区画分けされてるっていうのはね、なかなかあれですよね、経験者ならではの建築方法なんですよね。あ、なるほど。まあ、床がエメラルドとダイヤで、かつこっち、こっちエメラルドで、で画面ここはラピスラズリだけど中はダイヤモンドになってるみたいな、そのちゃんと外装に合ってる、この正面の、はい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 、はい、あ、そういうことか。そう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 、正面の色が違ったらは、そうですね。そう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 。まあ、枠はね、もう全部ダイヤモンドで作ってあるんですよ。だからもうそのもうふんだんに70まで稼いだ財力をもう入れて、もうその最高のパートナーと最高レディスもみたいな。いや、もうみんなね、それぞれね、創意工夫してくれたなって思いますよね。そうですね。いや、もう嬉しいなまあもうね、誰かいいとかそういうのはないですよ。もう全部いいですわ。もう本当にありがとうございます。こんなにもう僕のためにね、1時間かけて家建ててくれてもう感覚的にはね、あれですよね、州で住むみたいな感じ。なるほどね。ああ、うん、みたいな別荘みたいな感じ。そうそう、第1週間はここ、第2週間は出すくんち、第3週間は買っていくんちみたいな、こんな感じで住もうかな。いや、もうあざっしまあみんな楽しくてね、何よりそれが一番何よりですよ。あります。はい。初めてのマインクラフトということで、はい。ワショウェイ。始まる始まる始まる。ジャスゴー。ジャスゴー。